はい、こんにちは、中地です。今年は牛年ということで、牛の近くからこんにちは、フォト散歩やっていきたいと思います。フォト散歩とは、様々なゲームの中でテーマを決めて写真を撮ってみる、ゲームプレイとは関係ないところで散歩をしながらそのゲームの魅力をさらに探れたらなという趣向の動画です。今回遊んでいくゲームはアサシンクリードバルハラでございます。うん。で、今回もちょっと例に漏れずテーマを決めて遊んでいこうかなと思うんですが、今回はちょっと企画倒れになるかわからない、かなりニッチなテーマでやろうかなと思うんですが、今回のテーマは木木でいきたいと思います。僕自身ね、実際のリアル世界で木を撮るのが結構好きだったりして、うん、こんな感じの写真とかをね、一時期はよく撮ってました。最近はちょっとなかなか撮りにも行けないんですが、うん、なので今回はフレームの中に木をメインにして入れて写真を撮っていってみようかなと思います。どこまでうまくそれっぽい写真が撮れるかは分かりませんが、やってみたいと思います。あくまで木が入ってればよしぐらいにしておこうかな。うん。それじゃあやっていきたいと思います。さてさて、そこで男女がお話ししてますね。大きな木がここにあるので、写真に綺麗な写真になるんじゃないかな。こんなんで一枚撮ってみましょうか。こんな感じですよ今回は右に大きな木を入れて、男女がまた戦争に行ってくるが、ここで1年後の1年後の今日、またここで落ち合おうと約束しているんではないかという勝手な妄想をして1枚。このね、町の外れにはちょっとした遺跡のようなものがあって、圧巻ですね。ここがね、とても綺麗な柳のような木が生えてまして、ここの場所はね、動画でも撮ったりしているんですけど、ここのね、道がすごく僕は好きですね。かっちょいい。ここでちょっと一枚撮りましょうか。この写真のテーマが木になっているかどうかは自信がないけど、ちょっとこれで1枚。アサシンクリードシリーズはどこからでしょうか。僕の印象に残っているのはアサシンクリード3なんですけど、3からね、木登りもできるようになった印象なんですよね。アサシンクリードってオリジンズより前の世代って、こういう、あ、ここ登れそうだなって場所あるじゃないですか。オリジンズからね、もうなんか関係ないとこも登れるようになったんですけど、昔ってこう、あ、ここ手引っかかりそうだなって言って登ってたんですね。で、そのバリエーションがどんどん増えてきて、アサシンクリード3からだったと思います。木もね、対象になったんですけど、最近はそれも健在で、こういうね、一見なんか登れなさそうな木もね、こうやって登る場所があるっていうのがね、とても個人的には嬉しいですね。で、この立ちモーションもね、めちゃめちゃ好きです。これで一枚撮りましょうか。で、このアサシンクリードのカメラはですね、カメラのパンじゃないね、ロールっていうのが、まあどのゲームにもこのロールっていうのはあるんですけど、ここまで行きます。これが僕がこのゲームのフォトモードの好きなところの一つなんだけど、縦写真が作れるんだよね。うん。で、縦で写真が撮れるってことは、スマホのね、待ち受けにできるってことなんだよね。それが個人的にはすごく嬉しい。
ちょっと用意されてるフィルターも使ってみましょうか。フレームなんかもつけることができますね。まあ、こんなんで1枚。いやー、どうでしょう。なんとなく伝わってますでしょうか。木を写真に撮るという楽しさが、難しいよね。なんか僕もなんで好きなのって言われるとわかんないんだよね。さ、なんかかっこよくないですか。なんかわかんないけど、種類も全然知らないんだけど、すごい絵になるというか。さて、拠点の方に帰ってまいりましたが、拠点のね、ちょっとした楽しみ要素として、こういうね、なんだろう、こう設置するとね、装飾を変えられる遊びがあるんですけど、ここの目印の木っていうのもね、こう変えることができます。今このめちゃめちゃ苔むした木なんだけど、これもせっかくだから取っておきましょう。ちょっと全体を取るのは難しいんで、またこんな感じでとりあえず1枚。アサシンクリードバルハラの世界の木々は色が豊かだよね。この赤い紅葉した木とか、黄色く色づいてるとか、こう青々しい緑のね、木とかたくさん生えてるけど、これってどういうことなんだろうね。もうこの色にしか色づかない木なのかな。見栄えはめちゃめちゃ好きですけど、季節が分かりづらいよね。ちょっとこんなもんで1枚。いいね、苔むした。つるかな、苔かな。これは苔っぽい感じするね。はい、いかがだったでしょうか。アサシンクリードバルハラの世界で木を取るということでやってまいりました。ちょっと今回はさっくりした動画で、動画もかなり短いものにはなってしまいましたが、いかがだったでしょうか。で、僕自身木を取るのが好きっていうのもあるんですが、バルハラ、北欧神話ですね。今回バルハラは北欧神話をテーマに、作られているんですが、北欧神話も木というのは外せないものでありまして、ユグドラシルという、日本語で言うと世界樹なんですけど、ユグドラシルという大きな木が生えています。まあ、よくゲームに出てくる世界樹みたいな、地球上に一本でかい木がボンって立ってるっていうよりは、世界を全て9つの世界をまたいで生えている木、宇宙樹とも言われるらしいです。なので今回は木をテーマにしてみました。意外とね、北欧神話って僕らの身の回りにも存在しているみたいで、僕も知らなかったんですが、チューズデイ、ウェンズデイ、サースデイとか、この辺も神々、北欧神話の神々の名前が由来になっていたりとか、あとはオーディンっていう名前もよく聞きますよね、ゲームの中で。うん、オーディンは自分の知識を高めたくて高めたくて、ユグドラシルの根元にある泉で自分の片目を犠牲にして生贄に捧げて、そこで知恵を得たりとか、ユグドラシルの木に自分を9日間首を吊って、オーディンのために自分自身を捧げる、だから自分自身を生贄にして自分自身のためにするっていう、まあ神だからそういうことが可能なのかもしれないけどね、ずるいけどね、ちょっと。うん、
普段ゲームをしている人とか、あとはファンタジーが好きな人、あとは現実世界にもいろいろそういう北欧神話の名残じゃないけど雰囲気が残ってたりして、意外と馴染みやすい神話なのかなと思いましたと偉そうにさっき調べて知った知識を喋ってみましたけど、うん、なんか親しみやすい神話っぽい気がしましたんで、ぜひねこのゲームを通じてでもいいし、ちょっと北欧神話に興味を持って調べてみて、このゲームを遊んでみるのもいいのかなと思いました。そんなところで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。今回はちょっとボツになりかけてた動画なので、うん、短いですがこの辺で終わりにしたいと思います。この動画がもしいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録、コメントなどいただけましたら嬉しいです。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。